はい、皆さん、こんにちは。ヨカジェネレーション代表のミキゾウでございます。いつもチャンネルご視聴いただきまして、ありがとうございます。今日も素晴らしいゲストを二人お招きして、スペシャルカーイということで、ドクターとプロトレーナーをお招きしたいと思います。もう僕はミキゾウはこの二人のことが大好きでございまして、あのーあ、ま、まず登場していただきましょうね。<laughs> 徳島大学の教授で、あの、西良光一先生と、えー、EMI 代表の本橋恵美先生です。 お願いしますお願いしますもう顔がにやけておりますあっ <laughs> あのー、このヨガジェネレーションの動画でも以前に登場させていただいてますもう各メディアテレビ等々でご活躍中の西良先生でございますドクター西良でございますあのサイ先生今日もよろしくお願いいたします、うん、エミさんもよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい もうヨガと医療をつなげる、ヨガと医学をつなげるっていうところを三木蔵はコグンと一人でこう、ああだこうだ思ってましたけども、そんな架け橋をしてくださったのが EM e m y 代表の本橋先生ですが、本当に感謝しております。<laughs> そして前回の動画では、えー、腰椎ヘルニアですね。ヘルニアについて、えー、ヨガの先生、もしくはここのチャンネルピラティの先生を見ていただいているのであれば、 ヨガピラティスの先生がここの分野の知識を少し深めることによって的確な指導が行えるよ中にはヘルニアはヘルニアでもやめといた方がいいよやっちゃダメだよっていうパターンもあるしむしろ推奨してどんどんやってくださいっていうパターンがありますよっていうところをお聞きしました2本目はですねちょっと1本目深掘りできなかったそもそもヘルニアって何でしたっけっていうところをもうまさにもう神様斎藤先生もう少し深掘りで 説明いいいいたただければありががんでですがお願しししてよろょうかそうですねあの背骨ってこう体重支えるところがあるんですけどあの棒じゃないんですよ <laughs> 背骨っていうのはこう四角い四角いサイコロがこう重なってるんですよね <laughs>、うん、でその間にクッションがあってあのン,ン,ンと動いてるんですよ <laughs>、うん、骨同士がブツッと当たらずになってでそのクッションっていうのは実は2層構造になっててアンパンみたいな感じ 周り、ブルーとバムクーヘンみたいに硬い壁があるんですよ。分かりやすい。で、中にあんこがあってて、<laughs> それが柔らかいんですよね。だから、その中のあんこが圧を吸収してくれるわけなんですよ。<laughs> で、その生まれたときか、例えば若いときは、あの壁がしっかりできてて、クッションが中にあって、病気になることはないんですよ。ただ、高校生の終わり、あるいは大学生、まあ、それを10代終わりから20代、30代になってくると、 壁に傷が入るんです。壁に傷が入ると、中のあんこがギゅーッと押さえたときに、壁の傷からあんこは飛び出すんです。はあ、い。その中あんこは飛び出したら神経、はい、で、だいたい後ろに飛び出すんで、で後ろ脊髄神経あるんで、はい、そのんグッと飛び出したら神経に当たると。で、神経に当たる直前ぐらいは出ると腰痛のみ。はい。ガッと当たると、 足に症状が,きます足が痛い、しびれと力が入らない、はい、そんな、でもしもでっあんこが全部でっかいのが全部バーンと出てしまうと、実は膀胱まで神経を潰すので、おしっこが出なくなったりとか、緊急、それは緊急手術です。うん、おしっこ出なくなって、あのー、そんな見てたらもう一生おしっこ出ないですから、だからヘルニアって言うと、ものすごい恐ろしいのがあるんですよ。 だからどんだけのあんこを飛び出すかなんですね、うん、中の。あの、うん、ううの一つ質問よろしいですが、はい、その、はい、あんこが飛び出す、例えば10代、20代っていうふうに、比較的若い年代層にっていうふうに例えられましたけど、その要因っていうのはやっぱりスポーツとかなんですか、それとも普通に文化系の子でもヘルニアになるときはその年代だったらスポーツが多いですね。ただ、やっぱり20代後半、30代、うん、そうすると、うん、まあ運転見たらいな振度もいかんでね。 震度、うん、運転ずーっと震度するから、震度もだめですし、うん、まあ中央指定をするような荷物を運ぶし、はい、仕事の人とか、まあそういう人たちはなりやすいですよ。はい、だから50代、60代でも減るようにはなりますし、特にも年代を超えると、ひび割れがたくさん入りますから、うん、あんこが出やすい状況ではあるんですよね。そのあんこが出た状態っていうのは、自然治癒は不可能ですか いや実は、そのあんこっていうのは、もともとは追加窓の中にあるクッションなんで、はい、飛び出した瞬間、神経の近くに来ると、神経とか、みんなびっくりするんですよ。はい、これ誰やって、はい、このあんこ見たことないぞと。はい、まあそれで、あのー、こいつ敵ちゃうかと。それで攻撃始めるんですね。白血球の一種であるマクロファージという鈍色細胞を周り囲んで、で、このあんこ、はい、鈍色してくれる、鈍色細胞。はい、ですヘルニアだとしても、 大きさにもよりますけど、3ヶ月とか半年で消えることが多いです。消え、ますあ,あえそれって、いや、レアケースかもしれないですけど、めちゃくちゃ腰痛い、でも我慢強い方が医者は嫌だって言って、あの行かずに、あちょっと収まったな、でもなんかの時にこう検査したら、これヘルニアでしたねみたいなこともあるってことですかうん、うん ただ、その時は消えてる可能性ありますよね。うん、あ、そういうことかそうそうそう。消えてて、あの、いや、僕ね、本当に昔、うん、あの、MRI がない時って、はい、MRI って昭和の、もう平成なんですよね。昭和の時って、うん、MRI で各県一つあるかないかぐらいですよ。うん。うん東京大学でも平成4年か5年ぐらいに入ったんですよ。あ、もっとか。はい。平成5年かな。それぐらい最近のもので、 ということは、はい、ヘルニアはどうなるか昔知らなかったんですよ。うん、だから、追加まヘルニア出ると、そのまま神経を圧迫し続けると思われてたんですよ、昭和の頃まで。はい、ということは、はい、ヘルニア見つけたら取りましょう。手術、うん、して取りましょう。うん、で嫌がった人が知らないで治ってるけど、なんで治ったのかなという、そんな時代だったんですよ。だから、実は僕も若い研修の頃ヘルニアの人、3ヶ月前に、おっきいヘルニアだって。 それで3か月後に手術したんですけど、はい、僕は研修医だったんで、アシスタントでしたけど、開けたらね、かわいいヘルニアなんですよ。<laughs> <laughs> あれこんなでっかいヘルニアはなんで、実は開けたらこんなかわいいんかなっていう思いしたことあるんですよね。はい、それが実は消えるヘルニアだったんだなっていうのは、平成5年、6年かな、うん、ヘルニア消えるんぞっていうのが分かってきたんですよ。なるほど。 だから今はもうヘルニアですぐ手術っていうのは、はい、ヘルニアが消えるっていうのを知らない人ですよ。だい大体、大体整形外科だったらこれもう常識になってるんで、はい、あのヘルニアでも消えますから、先ほどね、膀胱直腸症がある、あるいは力が入らない、うん、痛みだけだったら、結構強い痛み止めが今ありますから、うん、痛み止めを飲みながら、うん、消えますからねって言ってあげたら、うん、あじゃあ手術いらないですねっていうのが一般的なんですよ。 なるほど。それがあの先ほどおっしゃった鈍色細胞がこう刺激して、だんだんちっちゃくなっていくみたいな流れ、長野。うん、食べてくれるんです。うわ、面白。えみ、うん、さん、絶対にこう、ヨガの世界では聞けないお話なんですけど。そうですね。じゃあ先生、この、この流れで、じゃあヘルニアのことすごくよくわかりました。あの、とてもわかりやすい、あのあんこ、あん、あんぱんのお話、すごく例えがあわかりやすくてありがとうございます。じゃあですね。その、果たして。 まあ我々はヨガの世界です。で、エミさん自体はあピラティスも指導されてますので、ヨガピラティスはこのヘルニアの症状に有効なのかっていうところで言うと、どんなことが言えるんですかあの基本的には有効なんですよ。はい。やってほしいんですよね。ただ、うんうん、病気を知らない人がすると、逆効果になるんですよね。うん、なるほど。ヘルニアと病名がついてる人がクライアントに来た場合、あのヘルニアと全く何も知らない人が、で腰痛ですねと。 で、やってしまうと悪化させます。なるほど。ヘルニアの人にやっていい動作、悪い動作、あるいは、もうしていい状況なのかっていうのを知った上でやるべきですよね。あの、先ほどアンあんパンのあんこが飛び出してるじゃないですか。ということは、そのあんをさらに押すようなことがあれば、もっとやるんですよね。確かに残ったあんこがさらに飛び出すようなこと。やばいですよね。だから、知らず知らずにそういうことをしてしまうんですよ。知らなかった。 椎間板のあんに圧がかかったら出るじゃないですか。うんはい、前屈なんですよ。前屈。うん、前屈すると圧がこう上がって、アンパンあんがあんがさらに出る。うん、あとは腹圧の上昇。これ何かっていうと、お腹に力が入る。だからトイレでいきめない。痛い痛い痛いっねトイレ行って、うんと生きんだ瞬間痛いとか、あとは咳きくしゃみね。 席くしゃみで、そってくしゃみする人いないでしょはいって、なって、えっってな圧が上がって、あっ、ララララってなるわけですよ、ね。なるほど。だから、それがサインなんで、せき、はい、くしゃみ、だから、体を、腰がこうなることが禁止なんですよ。だから、こうしないように、上だけこうするとか、だから、そういうエクササイズを指導してくれたら、はい、これは非常にいい いいよがいいピラティス。知らずに、はい曲がりましょう、ギューッ、あたたたたたってなりますよ。なるほど。こういう動作あるじゃないですか。ういうはい、はい、<う>あります。よが、まあ、いいんだよーってやると、圧が上がって、ヘルニアがまたポンと飛び出して、あの先生にませ言われたら、またどうなったとなっちゃうんですよ。うん。で、概念、ね、考えですよね。はい。逆に言うと、口屈はどうなんですかうん、後屈は でもね、洞窟で、肩法サインっていうのは、洞窟してそると、神経根がこう、痛む瞬間もあるんで、なるほど。だたら本当はもうニュートラルで固定ですね。うんうん。さない。うん、反る方がまだましですけどね、暑さがる、まし。うん,うん、うん。あんまり反れすぎると神経が痛いんで。確かに。やっぱりこう、ここは体感ニュートラル。はい。そういう意味では、えみ先生。 このヨガピラティスっていうのは、ど、はい、ど、どうなんですか、その。まあ、前屈後屈ヨガはめちゃくちゃ入るのは事実なんですけど。何を注意すればいいんですかね。そうですね。はい、ヨガとピラティスを教える人の,、うん、あの。ポイントっていうのがあるんですよ。うんはい、まず。なぜ。ヘルニアになったかっていう原因を探る。うん、そこから逆算して。 エクササイズを指導していくんですね。うん、はい。腰を曲げすぎてしまっている人っていうのは、はいはい、なんで腰が曲がるのか。うん。それはいくつか原因があって、うん、例えば一つ。うん、股関節の屈曲制限があるから。うん。だったら、ヨガやピラティスの中で、股関節がより屈曲できるような。うん。なるほど。病気を鍛えるとか。はい。 関節の可動性を上げるようなエクササイズをチョイスすれば、うん、うん、手は代償して屈曲しないんですね。なるほど、うんうんそう。そういう原因から原因になった部分を改善していくっていう逆算法でエクササイズをあのプログラミングしていくことができるんです。面白い。もしかして、<laughs> もしかして、まあ、実は11月23日祝日になりますが、 えー、東京の現場とオンラインでハイブリッドでつないでこうどちらでも受講できるという腰椎ヘルニアの講座というものを、まあ、まさに斉藤先生と本橋恵美先生が、えー、メイン講師となって集中講座が開催されるんですがその時にはそういうことを学べるんですかはいそうです じゃあもう前半部分の斉良先生のパートではもっと深いこのヘルニアとかをまあ図解とかパあのいろんなものを解説受けながら見てこういう症状の場合はこうだよっていうような基礎知識を得てでそれを現場で生かすにはヨガピラティスこうですよみたいなことを学べるとはい最高じゃないですか <laughs> ですよね結局あの僕の医者っていうのは腰のヘルニアだから腰見るじゃないですかうん 腰を見て、腰直して、現場に戻して、じゃあ腰が減るようになった原因なんだと。うん、単なる加齢か。加齢だったらもう仕方ないですけど、うん、それじゃない時があるのが、あの今、た瀬先生言ってくれた、まあ、いわゆる、あのー、ディスファンクションペインですって言われる言葉で、うん、機能不全に陥って痛くないから気づきにくい。うん、股関節で硬くっても気づきにくいので、なんか曲げにくいなぐらい、じゃ股関節曲がらんかったら腰で曲げるでしょ。うんはい そういうところで、また現場に戻ったら、腰ばっかり動かして、また生命再発する。ですので、多分そこはトレーナーさんすごい詳しいんですよね。だ、はい、から、僕は腰は治すけども、このまま人、はい、マレーボールの選手、手術したんですよ、腰。はい、でもその人を PT さんに預けて、えー、実はトレーナーさんがこう見学した時に、あれ肩硬いじゃんっていう話があってね。はい、結局、突きの不全だよ。 だ,だから腰を思いっきりジャンプして反る癖がついてる。なるほど。肩の機能不全があるから腰に来てたんだねと。じゃあ、うん、このまま現場で再発するよっていうアドバイスもらって、うん、そこはやっぱりもう機能不全、あの、まあ、ヨガピラティスで、まあ、そこを、そこをやってくれないと。だから、まあ、もしくは100、まあ、医療が、僕は手術で80%治して、メディカルリハビリテーションで100まで戻して、はい アスベティックリハリピティション120をしてくれると再発しない体になる。素晴らしい。すごい、いいんですよね。だからもう、痛い時に運動療法としてやるのは非常にあの難しいんですけど、100になったら後と何してもいいんで。うん、確かに。かにだから気をつけてほしいのは、その、機能不全になって、腰が悪くなって、八十、うん、いや、百かなり50ぐらい落ち込んで、それを持ち上げる時の運動療法としては非常にデリケートなんですけど。 医者が治して、PT が理学療法室で結構腰はやっくしたと。うん、もそこから先はあのトレーナーさんたちの出番なので、そこは積極的に改善にすべき再発防止っいうのは本当にいいと思いますよ。素晴らしいご意見をありがとうございます。やっぱり私なんかがそれを熱苦しく言っててもですね、なかなか刺さる部分、刺さらない部分がありまして。 このもう現役のもう神様ドクターからそバシっと言ってもらえるのがヨガ業界にとっても刺激になりますしそれをですねこうその同じように勉強されてるもたシせみさんがこうピラティスヨガの現場からですねこうだよっていうふうな具体的な方法を、ねうん、あのシェアしていただけるっていうのが、まあ、今ここがですねヨガのそうですしピラティスも目指している。 え未来っていうところでございますのでもし今日の対談動画の内容にピンときた人はですね11月23日祝日にこのお二人を招いてのオンラインそして現場でもありますハイブリッド講座がありますのでぜひチェックしてくださいということで詳細はこちらの概要欄に載せておきます <laughs> サイロ先生エみさん今日もありがとうございましたありがとうございましたそれでは皆さんまたお会いしましょうではでは